バリエテは、1925年公開のドイツの、サイレント、A、映画、フェリックス・ホレンダーの小説、デアイドでステファン・ハラーを EA ・デュポン監督で映画化。日本でも公開され、ヨーロッパ映画としては稀に見る、興業成績を収め、第4回キネマ巡報ベスト10では、第2位に選出された。映画理論家のカイリアマノリマサは、特に性的表現を高く評価した上で、若い女性に、 リピーターが多く、この映画を見て貫通をした婦人があると伝えている。なお、公開時の放題は曲芸団だった。タイトルのバリエテとは曲芸団のこと。空中ブランコのシーンはベルリンに実在したビンターガルテン劇場の設定。ブランコにカメラを乗せ迫力のある画を撮っている。監督のデュポンは1931年にトーキー版を 泣き笑いの人生という題名でリメイクしている。ハンブルクで怪しげな見せ物小屋を経営しているボスのところに、スイフがベルタ・マリーという娘を連れてくる。マリーに恋したボスは妻子を捨てて祝店。ベルリンの曲芸団に入り、空中ブランコで生計を立てる。ある日、空中ブランコの第一人者、アルチネイリが二人に目をつけ、トリを組まないかと申し出る。ボスとマリーは承諾。 イィンターガルテン劇場での三人の興行は大ヒットする。マリーは初老のボスより若いアルチネイリを好きになる。二人はボスの目を盗んで密会を繰り返す。友人たちの落書きで事実を知ったボスはショックを受ける。しかし、空中ブランコのショーは続けなければならない。ボスは動揺する気持ちを抑え、アルチネイリを受け止める。しかし、その我慢も限界に達し、とうとうボスは アルチネデリを殺害してしまう。刑務所に服役したボスのところに手紙が届く。それはマリーからではなく、捨てた妻子からの手紙だった。ありがとうございます。